広島県道72号福山沼熊線は、広島県福山市にある県道である。福山市における、中心市街地域と沼熊地域を結び、沼熊半島を足田川が流れる北東から、瀬戸内海のある南西に向けて、斜めに横切る。広島県国時第407号に基づく、奇襲点は次の通り。福山市の中心市街地域において、三那道、また、 沼熊地域において、福山王冠と呼ばれていた、旧街道を草戸、三南、熊野、瀬戸、水のみの沼熊群を加村による組合で1901年から6カ年をかけ、約2軒に拡幅するとともに、道筋を一部変更して、荷車が通れるように改良し、対象の末頃から自動車が走るようになる。1924年に沼熊群道編入。 1930年に広島県道編入。1960年に広島県国時代682号により広島県道248号下山南福山線として認定され、1972年に広島県の県道番号再編による解消により広島県道388号下山南福山線となる。1966年に 県道下山南福山線、改修促進規制同盟会が作られ、1986年に二車線化が完了。1994年の広島県国時代407号をもって、広島県道72号福山沼熊線となった。すでに二車線化されている路線ではあるものの道路規格が低い上に、起点の荒谷三散路交差点を先頭に渋滞が、 発生することや、福山市の中心市街地域と沼熊地域及び、内海地域を結ぶ、幹線道路として位置づけられており、バイパス道路として、福山沼熊道路の整備が計画されている。また、福山市の中心市街地域から、沼熊地域の中心部及び、内海地域への短絡道路としては、本領線の天神参加交差点と広島県道47号、とも松永線の、 林崎交差点を結ぶに車線の福山市道が存在するものの、この福山市道は線形上の問題から大型車の通行が禁止されている。広島県道72号福山沼熊線主要、施設名所、旧席、観光地、ありがとうございます。